どうもハンサムクロージです。今日はドーナツを食べたいと思います。はい、セブンイレブンのドーナツ買ってきました。なんか美味しそうだったのでこちらです。ベイクドチョコリングです。普通に美味しそう。焼きドーナツですよね。絶対美味しいでしょう。全国で販売されてます。これをのんびり食べましょうってコーナーです。あ、めっちゃチョコの匂いする。あ、いい匂い。よいしょ。普通のシンプルなチョコドーナツですね。こういうのが食べたかった。むしろちょっと割ってみよう。結構表面油っぽい感じする。あ、こんな感じです。あ、もうチョコケーキだこれは。いただきます。うんうん、おいしい。うまい。ドーナツの下の方にチョコチップみたいなのが丸くのがあって、最後カリカリっとした食感がちょっとだけありますね。はい、ごちそうさまでした。チョコドーナツ美味しかったです。うーん、7ハンサム、あ、これ8だ。7ハンサムです。7ですね。美味しかった。すごい美味しくて味は良くて、チョコレートの味もしっかりしたし、生地もふわふわでチョコチップの食感もあって良かったです。ただなんかこう、なんでこうベタベタするんだろうな。油っぽいわけじゃないのかな。でもなんかそこが気になるんですよね。焼きドーナツってもっとこうさっくりしてて、ほろほろっとしてるイメージがあるんだけど、結構しっとりしてて、まあでもコンビニで138円で買えるんだったらまあいいかなっていう、そういうドーナツでした。美味しかった。鼻が止めが痒いです。はい、というわけで以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ハンサムクロージでした。バイバーイ。ドーナツ美味しかったよー。